インターネットは相互のコミュニケーションが面白いところであり、怖いところだと思います。動画やブログで発信するのは自分を晒す行為であり、自分の考えが伝わったと嬉しいこともありますが、自分の言動にまずいことがあれば叱咤激励を受けることもあります。私はブログや動画は基本的に自分のその時々の思考をピン止めする行為だと思っています。日々いろんな情報が入り、自分の考えや気持ちが変わっていきますが、その都度記憶しておきたいことを記録しておいた方が思わぬ役に立つのではないかと思っています。その最たる例がぼやきくっくりさんのブログだと思います。青山さんがあの時あんなこと言ってたなと思ってくっくりさんのブログを見ると、意外とイメージと内容が違うことがあります。記憶と記録、これは似て非なるものです。そんな気持ちでその時々に気になった発言をテキスト起こししていますが、動画コメントでこのような情報をいただきました。4月14日火曜日の虎ノ門ニュース、消費税が話題になっていた27分ごろ、N 国党の浜田聡さんが衆議院法制局に減税案を作成させたのに、自民党は動きが見えてこないと、青山繁晴さんと安藤博さんたち自民党有志の動きを目殺したのには驚かされました。是々非々の常念司さんは緊急アップロードで、減税勢力を揶揄する声があるが、僕はそんなことはないと思いますよ。安藤さん、青山さん、そして山田博さん、本当によく頑張っていただきました。とおっしゃっていました。というものです。他にも同じ情報をいただいています。皆さん、いつもありがとうございます。ということで、こちらの動画をテキスト起こししました。常念司チャンネルニュースの虎川、緊急アップロード、安倍総理の今日の記者会見を解説。30万円が10万円に減ってしまったと思っているあなたへ、よりご紹介します。今回のね、安倍総理の記者会見、私は大変良かったのではないかなと思いますね。で、まあ、あとはこれでですね、まあ、その財務省とりあえず一発ドーンと打ち破ったわけですから、あの自民党でね、100人騒いでた皆さんもね、まあ公明党が一言言ったら行くけど、お前ら言ってたってダメじゃないかとかって揶揄する声もあるけど、僕はね、そんなことないと思います。あの、党内でね、わーって騒いだのはね、あれはあれで価値があったなぁとは思いますよ。はい。どう価値があったかっていうのはね、この場ではちょっと言えねえんだよな。今日の有料メルマガで書いちゃったからな。すいません、すいません。すいませんけど、僕は価値があったと思ってます。あの、安藤さん、青山さん、そして山田博さん。はい。本当によく頑張っていただきました。これからもですね、ガシガシ言ってください。言えば変わりますから。ね。我々もガシガシ言いましょう。騒ぎましょう。ね。とのことです。常念さんやりますね。倉山さんとの対談で、あちら側に回ったのかなと一瞬思いましたが、その時思っていることを言っているだけのようです。風緑と揶揄される向きもありますが、いいことはいい、悪いことは悪い。という姿勢は私は支持したいと思います。私も守る会の最初の商品券については疑問がありました。現金10万円で支給条件なしになったのは非常にありがたいです。給付の次は収束後の景気対策にカンフル剤が欲しいところです。あくまで順調に感染者が減ったらということになりますが、消費減税へのフェーズに入っていくことになりそうです。守る会の頑張りに注目したいと思います。天下尾くんも常念さんや守る会みたいにもっと頑張らなきゃダメだよ。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。